今日から使える簡単血統データ、血統データ備忘録、シュボバデータから導く水晶場大公開のお時間がやってまいりました。今回は KO 杯スプリングカップほか、5月14日土曜日に行われますレースの中から、シュボバデータから導く推奨馬をピックアップして大公開してきます。今週はですね、全国的に雨が続きましたので、日曜のビクトリアマイルへ向けてもですね、馬場状態の把握が鍵になってきそうです。土曜はですね、そんな馬場状態も考慮したシュボバデータから、高い好走率をマークする買い時ポイントに合致する馬を、探していきたいなと思っております。ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは早速見ていきましょう。今回ピックアップさせていただきます最初のレースは東京2レースですね。ダート 1600m で行われます3歳未勝利戦となっております。こちらのレースから推奨させていただきますのは、6枠9番に入りましたブレイクフォースですね。こちらのブレイクフォースアジアエクスプレス3区になるんですが、アジアエクスプレス3区についてのデータを出します。アジアエクスプレス3区東京ダート 1600m で、ボバ1000馬に限ったデータですが、ヤヤオムから不良馬場、になった際の、成績データをご覧いただいております。副勝率 63.6% とちょっと驚異的な数字ご覧いただいてますけども、このデータ見る限り馬券圏内はまずちょっと、確実視できそうかなといったところですね。ただその驚異的な副勝率に比較するとですね、ちょっと勝率が低いようにも思えますので、あくまで3着以内を期待する馬券が適しているデータかなとも思っています。このブレイクフォースですね、ちょっと6ヶ月半ぶりのレースになるので、ちょっとコンディション次第かなといったところではあるかなと思うんですけど、調教の量自体は、だいぶ本数こなしているかなと思いますので、当日パドックを見て、馬体重だとか当日の状態を見てですね、ちょっと最終判断はしたいかなと思っていますが、この血統データ、かなり構想が期待できる血統データに合致しますので、積極的に狙っていきたいと思っております。東京2レースからもう1頭推奨馬を挙げさせていただきます。先ほどのブレイクフォースは、動画撮っている時点では現在2番人気なんでちょっと人気しそうなところですので、穴っぽいところから1頭こちらのレースから挙げさせていただきます。7枠12番に入りましたアレグロビーボですね。このアレグロビーボ、ドゥラメンテ3区になるんですが、ドゥラメンテ3区についてのデータ出します。ドゥラメンテ3区のボバ1000馬で馬体重が490キロ以上の3区に限った場合の東京ダート 1600m におけるデータを出しています。490キロ以上のボバ1000馬のドゥラメンテ3区東京ダート 1600m でかなり圧倒的な成績を収めております。勝率 29.6%、 連帯率 44.4%、 副勝率 59.3% と全てが圧倒的な成績ですので、血統データシュボバデータからはかなり期待できるんじゃないかなといったところですね。ただ前走からですね、こちらも7ヶ月ぶりのレースになりますし、前走その新馬戦が、かなり大敗している状況ですので、ちょっと期待は薄い馬かなとは思うんですが、現在、人気もそれほどしていない状況ですので、相手でこっそり買っておく程度でちょっと期待しようかなと思っております。はい、続きましては新潟4レースですね。ダート 1800m で行われます4歳1勝クラスのレースですね。こちらのレースで推奨させていただきますのは、7枠10番に入りました、ロックバウンドですね。このロックバウンド、オルフェーブル3区なんですが、オルフェーブル3区についてのデータを出します。オルフェーブル3区のボバ1000馬ですね。新潟だと 1800m のヤヤオモから不良馬場の際の成績をご覧いただいております。そのデータに加えて前走同距離ですね、前走も 1800m の距離を使っているオルフェーブル3区ですね。この条件に全て合致すると勝率 30%、 副勝率 50% と、かなり期待できる買い時データに合致する形となっております。このロックバウンドですね、
前走前々走が阪神の未勝利戦で4着5着と掲示板確保していますので、まあ、ローカル開催のここでは実力自体も上位のはずですので、まあ、今回ご紹介させていただいたオルフェーブル3区のシュボバデータの後押しもありますので、積極的にこのロックバウンドになっていきたいと思います。はい、それでは大変お待たせいたしました。京王杯スプリングカップの推奨馬挙げさせていただきます。京王杯スプリングカップですね、ちょっと時計のかかる馬場での開催となりそうかなといったところなんですが、出走馬パッと見た時にですね、直感で、ギルテッドミラーとかシャインガーネットあたりのオルフェーブル3区が、面白いんじゃないかなと直感では思っていたんですけども、ちょっとオルフェーブル3区のデータ出します。オルフェーブル3区のヒンバーですね、ギルテッドミラー、シャインガーネットが今回該当するんですが、東京芝 1400m で、まあ、未だ未勝利で成績全く振るわない状況となっておりました。なのでちょっとこのギルテッドミラーとシャインガーネットは今回軽視をします。ですね、ではですね、推奨馬上げさせていただきます。推奨馬は、7枠9番に入りましたタイムトゥーヘブンですね。タイムトゥーヘブン、ロードカナロア3区ですが、ロードカナロア3区についてのデータを出します。こちらの、タイムトゥーヘブンですね、前走ダービー強チャレンジトロフィー芝 1600m から今回距離短縮で今回臨んでくる形ですので、ロードカナロア3区の東京芝 1400m 出走の際の、今回距離短縮での、ね、出走なる際のデータを出しております。勝率 30.4%、 副勝率 50% と、まあ、かなり、シュボバデータ的には期待できる、内容となっております。まあ、前走で重賞勝利したにもかかわらず、現在、動画撮ってる時点では6番人気となっておりますので、まあ、かなり美味しいオッズかなとも思っていますし、ちょっと展開だとか馬場の助けが必要なタイプかなとは思うんですが、強烈な末脚が前走同様発揮できる、条件になってくれれば期待できるかなと思っております。京王杯スプリングカップは現在6番人気になっています。タイムトゥーヘブン、この馬から、馬券の方を買いたいと思っております。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回、公開させていただいた推奨馬はすべてブログの方に掲載しておりますので、ぜひそちらもご確認いただければと思います。まだそれ以外のレースで勝負するレースがあったらですね、ツイッターの方で随時上げていきますので、ぜひツイッターの方もご確認をいただければと思います。はい、それでは、日曜のビクトリアマイルへ向けてですね、土曜の競馬一緒に楽しんでいきましょう。最後までありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。